とさ、お疲れ様です。今日は2020年令和2年5月31日の日曜日になります。みおけんチャンネルのみおけんです。そして僕ですか。ですね、こういう状態でカメラに話しかけねばならないという状況に僕は陥ってるわけですね。でもって話しかけねばならないといった時にどうすればいいかということを考えていたところによると、中村勘三郎様、勘九郎さんと一緒にお話をするということがよろしいと思ったんですね。今日もよろしくお願いします。アノニマスです。カットしていいですか。ダメです。何を言ってるか途中から分かんなかった。というわけで今日は何の日だ。デブの日。なんでや。世界禁煙デーです。これはね、世界 保健機関、まあ WHO のことだね、が1900、テトロスが言ったのか。いやもうまだ終わってないぞ。1989年の平成元年に制定。30年にお金をもらってね。まだテドロスいない。に制定。国際デーの一つ。英語表記はこれ本当だよ。ワールドノータバコデーです。本当ですよ。嘘つけ。ワールドノートシガレットデーじゃないのかよ。うん、タバコです。タバコの日本が勝手に作ったんじゃないのそれ。一応 WHO だっつう。タバコは肺がんをはじめ、動脈硬化や心臓病などの発症率を高めると。また受動喫煙により周囲の人々にも健康に害を及ぼすと。世界禁煙デーはタバコを吸わないことが一般的な社会習慣となることを目指してますと。大丈夫かそれ。この日禁煙マークをプリントした T シャツを着てマラソン大会とかを開き、世界的に禁煙を呼びかけると。そして血だらけになって帰ってくると。2019年令和元年世界禁煙デーのテーマはタバコと肺の健康。日本では、1992年の平成4年だね。から5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間としていますと。厚生省、全厚生労働省の日本医師会、日本公衆衛生協会が主張して、禁煙運動などさまざまな取り組みを行っておりますよって。これ全部カットね。なんでや。というわけで次行こうか。次、5月31日誕生日の有名人、久々に出ましたね、声優さんです。日高のり子、本名の旧姓は伊藤さんです。ちなみに名前はそのままのり子、ただし難しい方ののり。日本の声優、女優、ラジオパーソナリティでナレーター、で歌手。これ知らんかったけど元アイドルだったんだね。そうだよ。ちなみに代表作、タッチっていうアニメの浅倉みなみ、隣のトトロの、草壁さつき、お姉ちゃんの方だね、ランマ2分の1の天道あかねです。大事とかやってます。自分が大切なとこだけそうやって強調するっていうのがこのスタンスですからね。大事。もう何でもそうなっちゃう。大事。というわけで次、5月31日誕生日の歴史上人物、はい、またエースパイロット来ましたよ。ニルス・エドワルド・カタヤイネン、フィンランドの航空軍人ですね。でパイロット、最終階級は注意、出撃回数は196回、累計追撃1個だけ共同で追撃したのがあるけど 35.5 機。すごいね。1機は半壊させたってことだね。なんか、マンネルヘイム十字勲章受章で愛称はニパです。ちなみに妙見の愛称は妙見ですからね。そうだね、そのままだね。ああ、ちなみにこのエースパイロットが出たっていうことは、次5月31日誕生日の漫画アニメキャラクター、ストライクウィッチーズからニット・エドワード・カタ、エドワーディン・カタヤイネン、ストライクウィッチーズシリーズ、ブレイブウィッチーズに出てくる一人だね。この人の場合は階級少尉で、スオムス出身で、スオムスっていう国の
空軍飛行第24戦団体三中隊所属ブレイブウィッチーズの連合軍第502統合戦闘航空団に所属してますね、はい、めんどくせえ。これを見ていた人はもう分かってると思うけど、ニパはとにかく不幸です。飛んでていきなりカラスに襲われるわ、うん、飛んでてだよ、うん、で、よし着陸するぞ、雷ドーン、ボサーンとか。だからブレイブウィッチの中でとにかく壊しまくるからすごいことになってるっていうね。そうだね。ちなみになんでこんなに不幸なのっていうのがあるんだけど、さっき出したニルスさんね、この人は対ソ連で多くの戦功を挙げたエースパイロットなんだけど、同時にすっげえ不運が多いと。あ、もうなんだ、操縦してたら壊れて墜落とか、あ、なんか計器っていうかガソリンの配管に問題があったのか、それが気化してコックピットの中に充満して気を失って500キロで滑走路にドーンって墜落とか、うん、もうとにかくそういうのがあって、ついてない方やいねんって言われてんだけど、さっき言ったガソリンで気を失ってそのまま墜落して病院に搬送されてそのまま終戦になった。だからこんだけ不運に見守られてもなお生き延びたことを称してとてもついてる方やいねんって言われてたりもします。とにかくついてない人だったんだよ本人が。だとするともう一人の方は誰だっけ。何がブレイブウィッチーズ。日課もそう。あ、日課もそう。だってモデルだもん。そうだよな、日課のモデルがこの人だから。そうだよね。なるほど、なんでこんなついてねえんだって思ったけど、そういうことかっていう。そうだね、日課ね、めでたい。ちなみに日課はどっちかというと自動修復だからね、能力が。あんまり周りに影響を与える能力じゃないです。そうだね、うん、怪我しても勝手にスーって治るっていう、うん、治癒魔法いらないっていう人です。というわけで今日5月31日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。